とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日は花火を使った無限ダイナモでデイリークエストをクリアしたいと思います。デイリーはモブダメージが 50% 増加の速度が 50% 増加。なかなか厳しいんだよね。で、装備はこれです。ハープクロスボウに輝くローブ。輝くローブは251で、紙ですね。ものすごく弱い。でもクールダウン5っていうのが絶対必要になるので、この花火ダイナモはなかなか敷居が高いよね。まあ、とりあえず行きましょうか。うん、これリフレッシュがね、もうちょっとしっかり効けばいいんだけども、そんなにリフレッシュが発動してくれないんだよな。これが、おお、危ねえ。結構な問題です。うん。しっかりリフレッシュすればいいんだけども、なんだろうね。ほとんどリフレッシュしないっていうか、なんか条件があるのかな。うん、全然ね、リフレッシュが発動してくれません。はい。なので、まあまあ、俺の体感としては、爆発系のボウガンで、やるダイナモの方が断然使いやすいですね。オッケーオッケー。まあまあまあ、倒せてはいけてるね。ちょっと待て。危なー。あ、ちょっと待って。ダイナモ切れた。危ねえ。やっぱね、火力がね、爆発系に比べると低いっていうのが結構問題なんだよね。このダメージの範囲は広いのよ。範囲はものすごく広いんだけども、やっぱ火力がね、まあ防具が問題なんだよね。防具が問題で、危ねえな。やっぱり臆病とかそういうのが装備できない。まあまあ装備できるにはできないわ。クールダウン必要だから、それがやっぱ問題です。あ、やばい、落ちちゃった。まあいいや。あ、ミスった。うん、やっぱ花火をこう使いながら行かなきゃいけないので、ミスる確率が高いっていうのもちょっと問題かな。まあ、とにかく難しいので気をつけながらやっていきましょう。危ねえ。しかし弱えな。 HP がアホみたいに低い。ちょっと待って。リフレッシュがね、どんどん効けば本当にね、やりやすいのよ。強いのよ。それが全くね、うわー、できてないっていうのが痛いところ。あっね。あ、でもまあクールダウン5だからため直しはしやすいよね。うん、ため直しはやりやすい。あ、ミスった。ミスらないようにしないと。雑魚とかだったらね、ダイナモ10ためなくても全然倒せるぐらいなんだけど、ちょっとでも HP 高いやつが来たらやばいですよ。おー、そう。ちょっと待て。結構厳しい。よし、あー、いった。雑魚の一撃でこんな食らうからね。よし、あー、死んだ。あ、おー、よかった。HP1 ぐらい残ってますね。よし、オッケー。いけるね。こっち側もいけるでしょう、多分。オッケー、ナイス。では中に入っていきましょうか。あ、待って、キャプテンを倒さなきゃいけない。あーいや、これ厳しいわ。ああ、もうはっきり言える。これは厳しい。待って、そうか、ポーションバリアもそうか、入らないんだ。これは厳しいって。いや、これはきついって。はい、ということで戻ってきました。難しい。花火でのダイナモはこれは難しいわ。うん。こうリフレッシュが効いて、ピグリンアーマーと合わせていけるんなら、それは強いよ。うん。でもリフレッシュがほぼ効かないんで、やっぱりね、爆発系のボウガンを使った無限ダイナモの方が断然強いですね。はぁ、ちょっとこのハープクロスボウの花火、使い方がわかる方は教えてください。多分これは無理だと思うんだけどね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。